十輪寺は、徳島県鳴門市大町萩原に所在する高野山、新温州の寺院。3号は、説法山。詳しくは、説法山放主院十輪寺と号する。別名談義所と呼ばれる。本尊は、地蔵菩薩。四国八十八箇所霊場第一番前札所。かつては、近畿方面より、四国八十八箇所の巡礼を行う場合。 船で、ナルトのム予港に到着していた。ここから上陸し、巡礼に向かった。十林寺は、第一番札所の霊山寺に向かう途中に位置するため、巡礼者の多くはここに立ち寄った。そこで、第一番前、札所と呼ばれるようになった。事伝によれば、十林寺は、アスカ時代の白地二年サヌキ国三木軍出身の僧侶、友光立氏によって建立されたとされる。光は、 全国アンギアの後、阿波国海府軍に草案を結んでいた。友光はここで男児が、阿波北部の説法山に寺院を建て、そこで修行するようにと告げる夢を見た。友光はその地に向かい修行を行うと、地中より地蔵菩薩と書かれた聞いたを掘り当てた。そこで友光は、地蔵菩薩を掘りこれを本尊として十林寺を、建立した。友光が、白地三年に没すると、 地蔵菩薩も消えたという。平安時代初期の大道に空海が友光市の伝説を聞き及び地蔵菩薩を掘って再びこの地に安置したと言われる。その際に僧侶を集めて説法を行い四国令状の談議をしたとされる。そこで十林寺は談議所と呼ばれるようになった。その後、佐賀天皇の命により貧後国の僧、智明が奈良を整備したと伝えられている。 現在の境内は昭和61年に整備されたもので、この時、本堂、地蔵堂が改築された。ありがとうございます。